別府温泉竹川原温泉鉄輪温泉鉄林虫、湯九州八十八湯巡り九州温泉道は、九州の温泉を巡る体験が大イベントである。参加者は、温泉施設を巡って88カ所のスタンプを集め、泉人の認定を目指す。2010年11月26日に開始した。対象施設に設置されたスタンプを一冊100円のお湯院長に集め、単位の認定を目指す。 対象施設は140施設と88湯以上あり、任意の温泉88箇所を選べる。対象施設は温泉のプロ、温泉名人を中心に組織する九州88湯選定委員会がにより選定。温泉名人は、軍司勇、斉藤正樹、土屋祐一、北出京子の4名。当初の事務局は、JR 九州であったか。 2015年4月からは九州観光推進機構に移行された認定料を支払い窓口郵送で申請することで認定上と段位に応じた商品がもらえる。段位と認定に必要なスタンプ数は以下の通り、対象施設が含まれる温泉地は以下の通り。ありがとうございます。